はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。今日はですね、6月5日ぐらいに報道で出た、川崎市で生コンを不正利用したっていうところの話をちょっと構造塾の佐藤さんと桜事務所の田村さんにちょっとこれどういう感じなのかっていうのを意見を聞きたいなと思って今回やりました。佐藤さん、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。田村さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この事件、発端というか、川崎市のある業者、生コン業者さんが、2月にですね、実、日本産業企画っていう企画を。日本工業企画です。産業企画じゃないですか。JIS って。JIS、日本工業企画。名前変わりましたっけ？あれ変わりましたっけ？名前。すいません。工業企画だったと思って。工業企画。日本工業企画になってますね。はい。日本工業企画の生コンの認可を取り下げられたというかですね。うんうんうん、取り消された。で、その時に発生した物件が70棟ぐらいあって、うんうん、主に戸建て住宅であって、うん、他の部材もあるんですけども、コンクリート強度が足りない可能性があるっていうところなんですが、これがもう世の中に出たのが逆に2月なんだけど6月なんですよね。6月に国交省が今度は発表したっていうところなんです、佐藤さんとしてこれどういう感じですかね。不正が見つかって、調査をしてたんですよね、その間ね。で、ある関係箇所には連絡が取って、じゃあ公表しようっていう形になったと思うんですけども、戸建てで戸建てが多かった横浜市とか川崎市、東京の一部とかっていうふうに言われてますけど、構造計算的に言うと、住宅の基礎っていうのは主要構造部であって、建築基準法の37条に、JIS か JAS かにしっかりと認められるか、国土交通大臣 に認可を得られるか、どちらかしか使えないっていうのが建築の材料っていう話なんですけども、これを見て不安になる方もいるかなと思って今回動画を上げたんですけども、今回に関しては多分分かってるとかもきっと分かっているんだろうと思っているんです、使われたところは。ただし問題は、これ本当にこれだけなのと、他の生コン業者大丈夫なのっていうふうに不安になっちゃう方がいるのと、さらに、じゃあ小さな工務店なんかはそういうの危ないんじゃないのみたいな、逆にハウスメーカーの方が安全だろうって言われるんですけども、これ生コンが発注される仕組みってどんな感じですかね、そうです。大枠で言うと、多分そこはね、コンテンハウスメーカーの差はあまりなくて、基本的に生コン、生コン業者というのは、作ってから打ち込むまでにもね、どんどん固まり始めますから、なので、遠い業者を選べないっていうね、もう近い業者で生コン業者を依頼するというのは基本ですから、仕組みとしてはそういう仕組みですね。できるだけ現場に近いところの工場から選ぶ。基本的に JIS でしっかりね、JIS で認められたコンクリートを作るという認められた工場がメインなので、本来は品質をしっかりと確保した、コンクリートを作る工場として認められているのが現状なので、建築をする、作る側からすればですね、安心をできる状態で買ってるはずなんですよね。そうですよね。なんか未認可どうこうってのは基本的に、あまりないし、そういうところを選べやしないので、なので、本来であれば安心して選んでるはずで、だから今回の話を言うとですね、防ぎようがないというかですね、現場でどうこうじゃないですね。現場でどうこう何か水を混ぜたとかっていう話はなくて、工場の段階で、
一度出荷したものをまた混ぜられたみたいな話になってくると、うん、もう本当に、ね、建築側では防ぎようがないですよね。防ぎようがないと、と思います、まあ。調査をするっていうこともなかなか難しいというところですよね。そうなんですね。で、うん、実際コンクリートだけじゃなくて、これもう材料ってもう うんうん、そこに品質が保証されているからこそ使えるのが建築業者であって、うん、そうコンクリートもあるんだけど、実際鉄筋もそうなんですよね。まあ、鉄筋も品質がちゃんと確保されてるっていうのを確かめる術がなく使うしかない、うんうん、そのために認証があるっていうところで、そうなんです、そうなんです、うん、だから本来皆さん真面目にやっているのに、そのある一部の不正の業者さんがいるからこそ、うんうん、なぜか全体を引きずられていくっていう、なんていうの、もう建築って本当怪しい業者しかいないんだよねってなっちゃうのが、とても嫌だなとは思う。そうですね。確か本当そうと思います。うん、で、今回なんか、強度不足の可能性もありっていう書き方で、多分強度不足になって、はいはい、てる可能性非常に少ないんじゃないかなって私は勝手に思ってるんだけれども、うんうんうん、はい、実際には強度を測る、コア抜きをしたりとかで強度を 測ったら、うんうんうん、その強度があれば、うん、構造設計上問題ないんですかね。構造設計上は問題ないですね。あの強度を、まあ、強度を測る手法はいくらでもありますから、もうすでにね、出来上がった建物でも、強度を測ることができますので、そこで強度が出てれば、基本的に構造的には問題はないですね。うんうんうん、あとは、じゃあ、長い年月経って、強度が落ちやすくなるとかっていうのはあり得るんですか、うんうん、この、うん、まあ、不正利用をして。ゼロではないでしょうけどね。うん、まあ、耐久性の部分でいうと、どのくらい低下するかっていうのを全く読めないんですけど、うん、まあ、その、ね、劇的に、耐久性がもう半分ぐらいまでしかないとか、うん、そこまでひどいことはないと思うんですよ。まあ、そこはね、本当読めないんですけどね。耐久性が落ちる可能性はあるかなってぐらいですね。まあ、今回この件に関して言うと、うん、それよりももっと大事なところたくさんあるんじゃないのって私は思っていて、うん、あ、はいはい、まあ、ね、基礎に関して言うと、木造の基礎って鉄筋コンクリートだからめっちゃ硬いんですよね。うんうんうん、で、上部構造が木だから柔らかいと、うんうん、だから結構強度としては全然余裕があるんですかね、基礎って、うんうんうん、ベタキしっかりと設計されたものに関して。あ、そうですね、まあ、コンクリートの場合はですね、例えば圧縮の強度、上から押した圧縮の強度でいうと、うんうん、はい、住宅の重さから見るとですね、うん、コンクリートってもう強すぎるんですよ。強すぎますよ、ね、強すぎるぐらい強くて、うんうん、もう本当余裕なんですよね、うんうん、で、あと、ね、基礎張りとしての曲げの強度っていうのは基本的に鉄筋で負担しているのがほとんどなので、うんうん、まあ、それをしっかりホールドするっていうのがまあコンクリートの役割ですから、はい、まあ、その役割を見てもですね、あの、住宅というぐらいの軽さ、それと住宅に作用する、うんうん、まあ、荷重から来る応力、まあ、力でね、うんうん、くらいを考えると、実は今の鉄筋コンクリートっていうのは、うん、まあ、相当強いんです。相当強さなんですね、うん、そうですよね、うん、まあ、私も住宅調査なんとかやってた時に割れてる基礎も実はあって、うん、こんなに強い基礎なんだけれどもクラックで割れている場合があるんですよね。これは多分不動沈下とかも影響があるんですが、そもそもこれ木造の4号建築物って言われるのが、この基礎の設計、構造設計っていうのをしないというか、しない方が多いのかなっていうの、そうですね、それが逆に問題であって、うん、まあ、構造塾で学んだあの陣痛工が怖いよっていう、はい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 、私はもうそこから陣痛工作んなくなっちゃったんですけども、うん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 、やっぱり構造的に梁が かき取られてるって怖いですよね。あ、怖いですね。そうなんです。まさにね、今そうおっしゃられたように、うん、まあ、今回の問題っていうのは問題でね、うん、確かにあるんですけど、うんうん、そこの何かな、そこの問題以上に、うんうん、見てるとね、そこの問題とか以上に、うん、そもそもまともに構造計算もされてない基礎、うん、そうね、今おっしゃられたように陣痛工がつながってないような基礎とか、うん、ね、あの、すべての鉄筋量が一緒の基礎とか、うん、もう最初から家が、ね、なんだろう、設計される前から、なぜか鉄筋量が決まってる基礎とかっていう、うん、そのもう構造からかけ離れすぎてるような、うん、まあ、コンクリートの塊しか作ってない状態、う
の方が相当危ないと思います。そうですね、本当はね。うん、だからそういうところはちゃんと設計が入って構造計算されてるみたいなのは、お客さんとしてはしっかりと選べるというところなので、まずはそこから、安心感を得ていただけたらなって思いますよね。そうですね。本当その通りですね。うん、田村さんにちょっと聞きたいんですけれども、まあ、今回の件に関して何かお客さんから問い合わせが来たりとかしましたか？はい、そうですね、桜事務所の方には数件ぐらいですかね、ババッと来たわけじゃないですけれども、今住んでる家が心配だということで数件はお問い合わせいただきましたね。今回の件、まあ、防ぎようがないんですけど、なんか手立てはありますか？はい、今回の件を事前に見抜くっていうのは、本当本橋さんも佐藤さんもおっしゃる通り無理で、運ばれてきたものが実は不適格でしたみたいなものってもうどうしようもないんですよね。なので見抜くっていうのは無理なんですけれども、まあ、仮にそれが使われてたとして最終的には強度がちゃんとあるのかとか、バキバキにひびが入っているような状況になってないのかとか、やっぱりそういったところでチェックをしていくしかまあ手立てはないのかなと。まあ、すごい量のホームインスペクションしてると思うんですけれども、何か基礎で不具合で多いのってどういうところが多いですかね？そうですね、工事中か完成後かによってまあ多少内容は変わってくるんですけれども、例えば工事中基礎打設後にちょこちょこあるものとしては、やっぱり磁化はまだ見られますね。基礎の表面がちょっとボソボソになっているような、打設後にもう初期のクラックが入っちゃってるものとか、ひび割れですね、みたいなのはまだまだやっぱり現場で見かけますね。なるほどなるほど、はい。まあ、それはやっぱりまあ、ホームインスペクションというか住宅を作る時の調査がしっかり入っているのが大事っていうところもあるんでしょうね。そうですね、やっぱり、基礎打設後って意外と監督さん行ってなかったりするんですよね。あ、そうですね、はい。なので別に監督さんがその見落としたとかそういう話ではなく、自然とそういうのがスルーされて、いつの間にか出来上がっていくみたいな住宅の過程もあったりするので、やっぱり第三者とか、まあ、もちろんお施主様ご自身で見に行くとか、そういったことはすごく抑止力としても大事ですし、見落とさないためのその網の目を細かくするっていう意味でもとっても大事かなと。なるほどなるほど。まあ、今回住んでる、もう実際に住んでる方が不安になるっていうところもあって、じゃあどういうふうに解消するかっていう、はい、なんか方法ってありますかね、もしとても不安な方がいるとしたら。そうですね、まあ、まずご自身でできることがあるとすれば、基礎がやっぱりひび割れてないかとか、なるほどなるほど、はい、点検口を開けていただいて、潜るのちょっと大変だと思うので、まあ、見える範囲でもいいので、やっぱりその基礎の表面の状態がこうバキバキにひび割れてないかとかですね。なるほど、まずはちょっとそういうところを簡単にチェックしていただければと思うんですけれども。そうですね、はい、専門的なやり方としては、まあ、何ステップかあって、一番簡単なのはリバウンドハンマーと呼ばれるもので、基礎の強度を計測するというものですね。それは、まあ、さっき多分本橋さんもお持ちだったと思うんですけど、これぐらいの、あ、そうですね、はい、それを基礎にバンと押し付けて、はい、反発力を測って、基礎のおおよそのその強度を推測するというものですので、まあ、それで大きくこう下回ったりとかしてないかっていうので一つ目安になるか。でもこれ私も結構使ったんですけども、はい、大きく下回ることが一度もなかったんですね、今までで。はい、僕もないです。これマンションでよくやるんですけど、これ下回ったらやばいだろって、相当やばいだろって思うんだけど。そうですね。なかなかないですよね。ないですね。80年、70年ぐらいの戸建ての基礎もやって全然強度あるんですよね。そうですね、もう旧耐震の基礎とか、あとは、まあ、本当旧耐震のマンションとかでもやってきましたけれども、かつて下回ったことは多分一回もないと思います。そうですよね、はい、まあ、ね、はい、それをすることもできるけれども、まあ、意外とコンクリート強いよってこれ言うと怒られるかもしれないですけど、結構真面目にやってる業者さんがほとんどであって、こういう不正って本当に少ないよなっていうのは理解してほしいなっていうのが私の今回動画の思いですよね。そうですね、仮にまあなんかこう混ざっちゃったりとか、多少その薄まっちゃったりみたいなことはもちろんあるんですけれども、
けど、うん、最終的にできたコンクリートって意外と強いので、そうですね、なんか過度に心配される必要はないかなと思います、うん、はい、その代わり、はい、あの工事中の過程で例えば先ほど言った、うん、ジャン化ができるとか、うんうん、みたいなことはあの強度に直結していくので、そうですね、それはチェックができることだし、当然設計、はい、構造の設計をして鉄筋量を出すっていう最初のプロセスができてない基礎にあっては、はい、それは逆にいくら良いコンクリートだって問題で出ちゃうよっていうところはありますよね。そうですね、材料がいくら良くても工事がちゃんとできてなければ当然強度不足になるので、やっぱりそのあたりは、ね、あの そっちの方が僕はどちらかというと重要かなという。わかりました、どうもありがとうございます。佐藤さん、何か一言ありますか？そうですね、まあ、まさに本当におっしゃる通りですよ、うんうん、設計の問題、施工の問題もろもろあるので、はい、そう、まあ、コンクリートの強度もすごい重要なんですけどね、うん、今本当にそこのコンクリートの不正の問題にすごく注目されていますけど、うん、それすごくね重要なことですけど、うんうん、まあ、その前段で設計がまともにされてない、施工がね、うん、しっかりできているのかとかっていうところも合わせて注目しないとダメかなと思うんですね、うんうん、本当に、うん、そうですね、うん、まあ、田村さんも何か一言あります？そうですね、あの、うん、やっぱりこういうニュースが出たときに本橋さんもおっしゃってましたけど、なんか、うん、他の会社も全部ダメなんじゃないかみたいなことを、うんうん、疑い始めると結構きりなくて、ね、はい、どんどん心配になっていく方もいらっしゃると思いますし、うんうん、そのお気持ちはちょっとしょうがないかなと思うんですけど、うんうん、例えば今家を建ててる方とか、うん、もう家を買われた方が、うん、とにかく大丈夫か大丈夫かって言って自分の工事をしてくれた会社をこう詰め寄るみたいなことはちょっとやめていただいた方がいいかなと思います、うんうんうん、基本的には信頼をしてお任せしているはずなので、心配だったらどういうチェックをされているのかとか、うんうん、もしこういうことがあったら どういう対応をされるのかとか、うんうんうん、こう建設的なやり取りをぜひやっていただくといいのかなと思います。そうですね、はい、わかりました。じゃあ今日はお二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。